北山夏実37歳。3年前新築一戸建てを購入、この土地に引っ越してきました。お前も働いてローンの返済をちょっとは助けてくれよ。じゃあ家事は分担ね。オッケー、やるやる。こうして私は息子を保育園に入れパートを始めました。けれど夫が手伝ってくれたのは最初だけ。今では。お帰り遅かったね。ご飯は？食ってきた。連絡くれたら作らなかったのに。研究会議だったんだよ。仕事なんだから仕方ないだろう。今日はコータをお風呂に入れてくれる日だったんだけど、ねえ明日はお願いできる？ねえってば。いって、なんでこんなとこにこんなもの置いてんだよ。絵本片付けようと思ってたのよ。ったく、主婦なら昼間いくらでも片付ける時間あるだろうが。何なんだよこの部屋は。どういうこと？散らかってるって言ってんだよ。私だって昼間は働いてるのよ。家事やって仕事して、コータのことも全部私。あなたはいいわよね、仕事だけしてればいいんだから。はあ、誰のおかげで飯食えてると思ってんだ。ちょ、それ言う？私だって。ああもういい、分かった、俺が悪かったよ。それでいいんだろ。ちょっと待ってよ、まだ話終わってない。もういいよ、俺が悪い、すみませんでした。なんなのよあの態度。夫は仕事だの付き合いだのといつも帰りが遅く、子供のことを相談しても。幼稚園でコータが友達と揉めたらしいのよ。園に任せてりゃ大丈夫だろう。休みの日はお昼まで寝てるし。動物園行くんじゃなかったの？パパ、ライオンさん行く。最近全然まともに会話してない。ローンの負担が大変なのは分かってるけど、ほんとマジで腹立って。もう分かるわ、男って勝手よね。今日パート休み？うちに来ない？麗華さんは近所のママ友、同時期に越してきて子供も年が近く仲良くなりました。あれ？え？すごい、どうしたの？何が？彼女の家はすっかり片付いていて、まるでモデルルームのようでした。前に来た時はうちと同じくらい散らかってたのに。確か大体うちと同じ間取りのはず。あ、ごめん。いいのよ、実は最近片付け本にハマっちゃって。片付け本？私も主人に専業主婦のくせに部屋が汚いって怒られて、収納のことをいろいろ調べて片付け始めたの。そうしたらだんだん物を捨てるのが気持ちよくなっちゃって、調子に乗って捨てまくった結果すっかり片付いちゃった。よかったら貸してあげるから読んでみたら？うんうん、貸して。麗華さんみたいに綺麗に片付けて夫を驚かせてやる。そんなの読んだって無駄だっつーの。ぐーたらな性格が治るわけないって。どうせできないってバカにしてるんだわ。もう本当に絶対片付けて文句言えなくしてやる。まずいるものいらないもの箱を作り、片付ける場所を決め、まずそこにあるものを全部出してそれぞれの箱に分けていく。全部？迷ったら即座に後で箱に入れる。その箱は後で見てまたいるものといらないものに分ける。いらないものは可燃不燃資源粗大ゴミに分ける。よし、やるぞ。こうして私の片付けの日々が始まりました。まずキッチンから始めましたが、出るわ出るわ、いらないものの数々。うわ、これいつ買ったの？っていうか何？おろし器3個もある。賞味期限3年前？これは、いる？いらないか？やば！お迎えの時間！
これはまだ途中なの。別にどうでもいいよ。期待してないし。とにかく夫を感心させたくて頑張りました。キッチン、リビングとなんとか片付けたものの、片付いたけどなんだかすっきりしないな。まだ雑然としてるような。おお、捨てきれないものもあり、麗華さんの家のようにはいきませんでした。そこで私はネットでもいろいろ調べたのですが、何この部屋、何にもない。人住んでるの？ミニマリストっていうのか。ここまでやるのはちょっとな。その時はそう思ってました。きっともっと捨てるものがあるんだと思うわ。そうかな。よかったら私が手伝いましょうか。本当？いる、いらないじゃなくて、今度は物を好き、嫌いで分けてみない？これは好き？どうだろう。どっちでもない。だったら思い切って捨てましょう。わからないのに捨てちゃうの？好きなものだけに囲まれて暮らせばいいのよ。そうすれば自然と笑顔になれて、幸せもやってくるのよ。家庭が明るくなるんだから。幸せ。そうだね、いらないかも。これは？ああ、それは使うかもしれないから。前に使ったのいつ？いつだろう。独身の頃？じゃあもう使わないってことなのよ。でも、こういうものが家庭の空気をよどませるのよね。次に使うときは新しいものを買うのよ。使うか使わないかわからないものを何年も持ってるより、よほどマシだと思わない？そっか、なるほど。この収納棚の中、全部なくなったからこれも捨てましょう。収納棚も？すっきりさせて、運気を呼び込むのよ。そうだね。よし、捨てる。麗華さんに手伝ってもらったことで、片付けはどんどん進みました。麗華さんに手伝ってもらって、なんとなく分かった気がする。いるって思い込んでるものも結構いらなかったりするんだよね。それから寝室や子供部屋、夫の部屋の整理も始めました。この本棚ね、夫が独身時代に読んでいたという小説の数々。文学ならともかく、 SF とか推理物とか文庫本は捨てても良さそうだけど、怒りそうだからやめとくかな。花なんか飾るの久しぶり。新婚以来かな。ね、だいぶ綺麗になったでしょ。パートしながらやるの大変だったんだから。おい、俺の本絶対触るなよ。捨てないよ。絶対に捨てるなよ。捨てたら許さないからな。捨てないって言ってるでしょ。他に言うことないの？大変だったねとかありがとうとか。はあ？大変なわけないだろ。片付けるのなんて普通のことなんだよ。偉そうに言うな。普通のことなんだったら、いつも服とか脱ぎ散らかさないで自分で片付ければ。俺は暇じゃないんだよ。俺が今やってる仕事がどんだけ大変かわかるのかよ。お前のパートと一緒にすんな。はっ、どうせできないから言い訳してるだけでしょ。独身時代のあなたの部屋、褒められたもんじゃなかったですけどね。テーブルもないの？そのくらい買おうよ。置くとこないだろう。私が片付けるから。私が通って片付けたんじゃなかったっけ？とにかく俺の部屋は一切触るな。いいな。なんでこうなっちゃうの？一言ねぎらってくれればいいだけじゃん。ママ、運動会できる。運動会。なんかまだ全然片付いてない気がする。まだ捨てられるものがある気がする。何か捨てたい。もっともっと捨てたい。私は
また話を聞いてもらおうと麗華さんの家を訪ねました。どうしたの？テレビも捨てちゃったの？何にもない。うん、捨てちゃった。うちテレビ見ないのよ。見ないのに持っててもね、子供の教育にもあまり良くないんじゃないかな。ソファーもない。テーブルもキッチンも収納棚にも何も入ってない。作り付けだけど、これも撤去しようかと思ってるの。そうすれば部屋ももっと広く使えるでしょ。そうだね、本当に。そうすれば運気も上がるよね。以前ネットで見た何もない部屋、麗華さんの部屋は私の憧れになりました。私もこんな家に住みたい。パート中も。そうよ、まだまだ捨てられるものはたくさんあるのよ。コウタの絵本も捨てちゃおうかな。必要なら図書館で借りればいいし。おもちゃもいらないわね。それぞれ服も2、3着で十分よね。洗濯すればいいんだし。夫のスーツも2着で十分よね。ネクタイも2本。ああ、捨てたい。すぐにでも家に帰って捨てたい。明日の可燃ゴミの収集に間に合うように帰ってからやるとして。北山さん、手が止まってるよ。片付けのことを考えると仕事も手につかず、パートを辞めて片付けに専念することにしました。食器も捨て、調理器具も捨て、ラグも捨て、何でもかんでも捨てまくりました。花なんかいらないわね。捨てるってなんて気持ちいいの。粗大ゴミの回収をお願いします。テレビとソファーとテーブルと。あ、コウタ、何これ。あ、ソラ君にもらったの。こんなもの明日返してきなさい。だってコウちゃんのおもちゃないもん。絵本もないよ。読みたい時に借りてくればいいから。おもちゃも遊びたくなったらまた買えばいいのよ。今遊ぶ。今。わかった、わかったから。片付けは幸せを呼び込むはずなのに、片付ければ片付けるほど気持ちが荒んでいきました。きっともっと捨てなきゃいけないのよ。そうだ、カーテンもいらないかも。いい加減にして。何なのこの靴下。こんなとこに脱ぎ捨てないでって言ってるでしょ。お前こそいい加減にしろよ。俺のシャツどうしたんだよ。クローゼットに1枚もないぞ。今洗ってる。洗い替えが1枚あれば十分でしょ。っていうか今まで気づかなかったの。な、お前まさか俺の本捨てたんじゃないだろうな。本棚がない。古くてカビ生えてそうな本ばっかりだったし、すっきりしてよかったでしょ。ふざけんなよ、捨てるなってあんなに言ったのに。へえ、もう2週間も前に捨てましたけど。あなた全く気づいてなかったじゃない。捨てられたことにも気づかないなら、あなたにとってどうだっていいものなんじゃないの。二人で選んだ家具がなくなってることも、結婚式の写真がなくなってることも、あなたの親や私の兄弟がプレゼントしてくれた時計や花瓶がなくなってても、どうせ何も気づいてなかったんでしょ。夏美、おい、気づかないのも当然よね。仕事仕事って、家で夕飯も一緒に食べないし、休みの日はずっと寝てるし、あなたにとって家族なんてどうだっていい存在なのよ。あ、夏美。それは許せないわね。私たちはこんなに頑張ってるのに。話聞くから上がって。あ、その前にこれで足の裏を除菌してくれる？除菌？麗華さんは私が歩いた後や触ったドアノブを除菌していました。最近は菌が気になっちゃって。空気清浄機を置くのも嫌だから、
なるべく外からの菌を入れないように努力してるの。夜なのに人の気配もない。夏美さんなら分かってくれるわよね。まるで家の内見してるみたい。本当に全部捨てちゃったんだ。よくご主人が許してくれたわね。うちみたいに喧嘩にならなかった？大丈夫。夫と子供はここには帰ってこなくなったのよ。え？それってどういう、別居？でもすっきりしていいわよ。夫や子供の洗濯物もないし、ご飯も作らなくてよくなったし、掃除も楽よ。これが、憧れだったレイカさん？これが、憧れてた暮らし？私、もう帰るね。違う。こんなこと望んでない。じゃあ、夏美さん？もっといてもいいのよ。夏美さん？全然違う。一時間も留守にしなかったと思います。帰ったら、コウタ、パパ？え？お帰り。あ、ママ！ちょっと、何やってんの？せっかく片付けたのに。あ、うん、ごめん。いや、まあ、その。あ、これ。独身時代に二人で買ったテーブル。ああ、うん。ほら、テーブルくらいないとな。屋根裏にしまってたのを出してきた。ああ、屋根裏の存在をすっかり忘れてた。あそこに古いもの全部押し込んであったんだっけ。やだもう、全然片付けてないじゃん。ええ、あんな片付けの鬼だったのに。バカだな、もう。ごめんな、夏美。お前に言われて気づいたよ。夏美にばっか家事も育児も押し付けて、仕事してりゃいいだろなんてあぐらかいてた。全部夏美に任せっきりで文句だけ言うなんてひどい夫だよな。私の方こそ意地になって片付けて、だんだん捨てることに取り憑かれちゃって行き過ぎてることに気づかなかった。いろいろ捨てちゃって本当にごめんなさい。いいよ、また新しく買えばいいし、思い出どんどん作ればいいよ。それにしてもさ、短時間でこんなに散らかす？才能じゃない？コウタ、パパは散らかす天才だぞ。えへん。天才、パパ天才。レイカさんはいつの間にか引っ越していました。離婚？旦那さんが浮気してたとか。もう真相がわかることはないのでしょう。うちは本や服や家具を買い直し、新たな気持ちで生活を始めました。コウタ、おもちゃお片付けして。パパ、靴下また転がってる。片付けはほどほどに。家族3人幸せに暮らしています。